こんにちは、インディーズモーターガレージです。今回はオーバーホールした時にね、オルタネーター周りその辺も修理したんで、ちょっとそちらについて届けていこうと思います。よろしくお願いします。今回オルタネーターの裏、この辺とか、あとこれも絶縁ワッシャーだと思うんですけど、もう劣化してボロボロなんで、これも用意しておいた、これと交換してきます、まあ、頼んだんだけどすごい量がこんなにいらんっていうぐらい入ってるんですけど、あと若干サイズが外径は小さいんですけど、絶縁の機能は果たすと思うんで、まずこれに変えていきます。ちなみにこっちにあるこれに関しては絶縁ワッシャーじゃなくて、変な形のプラスチックの、まあ絶縁の機能なんですけど、こんな形をしたプラスチックのパーツなんで、これに関してはまだ大丈夫です。で、もう一点、これバラしてて気がついたのが、このオルタネーターにつながるゴム、これにはないんだけど、この2つには実はこれも今砕けちゃってる、こんな感じでもう硬化しちゃってボロボロなんですけど、これを変えなきゃいけないということで、めぼしいパーツをちょっと探してみました。そしたらこれね、サイズはほぼ同じなんじゃないかなっていうふうで使える。これ実はホンダの、スターターモーターにつながる配線、これ使えそうなので、これにとりあえず交換して組み直していきます。これをつけるにあたって、これ結構このサイズだけどガバガバなんで、これが止まるようにこのサイズのワッシャーを間に1個かませて、でこれ外径がちょうどこれの内側の溝にはまるぐらいの大きさなんで、それでこうパコンとはまるようにしていきたい。そんな感じでセットアップをします。はい、完成しました、ね、今赤色の絶縁ワッシャー入ってます。実際ここはもうフリーで何もつかないんで、つくのはこことここのキャップと、まあ、ここキャップがないんですけど、つくところで、キャップつける用のワッシャーをちょっと浮かせて、下にもう一枚ワッシャーじゃなくてナットが入ってます、まあ、これがあればこのキャップがこういう感じでぴったりはまるんで、まあ、走ってる途中に取れることはないでしょう。これでオルタネーターは終わりなんで、組み付けていきましょう。この配線が結構もうひびも入って、この辺しなやかさゼロなんで、ちょっと柔軟性のあるここら辺でカットして、今新しい線を継ぎ足しました。で、残念ながら青い線がないんで、絶縁カバー青色のやつがあったんで、これをちょっと長めに青ですよということを主張していこうと思います。被覆もできて、新しいゴムキャップもつけました。これで出来上がりです。せっかくオルタネーターをバラしたんなら、ブラシの摩耗のチェックとベアリングの作動をチェックしておいた方がいいですね。ファンハウジングをバラした人でも意外と意識してないと思うんですけど、ファンハウジングとオルタネーターのところの構造について少しお話をしようと思います。まずね、
バラした人なら分かると思うんですけど、オルタネーターって結構重たいんですけど、それがなんとファンハウジングの後端の部分、もうこの部分だけで支えられてるっていう事実をあまり考えないんですね。さらにですね、止まってるボルト、結構長いボルトがあるんですけど、これはハウジング自体にはネジが全く切ってなく貫通で、最後後ろでナットで止まってるんですけど、 SC ではね、後ろの配線カバーっていうか整流板みたいなのが、プラスチックでできてるんですけど、それが間に挟まってるんですね。ただそのプラスチックももう結構古くて脆くなってるんで、このボルト自体をどこまでの強さで締め入れてるのかっていうのは非常に怪しい状態なんですよ。こんな状態なのに、あの重たいオルタネーターを後端部だけで支えながらですね、まあ、さらにエンジンの振動があり、極めつけはですね、ほぼ支えられてない逆サイドのプーリーをですね、ファンベルトで下に引っ張るという非常に過酷な状態になってるわけですよ。まあ、それに加えて酸化しやすく熱に弱いマグネシウムが素材っていうことで、そりゃ普通に考えればひびが入ってもおかしくないと思います。というわけで、構造が分かればいかにこれが過酷な状況にあるか分かってもらえたと思います。なのでファンベルトはあくまでも張りすぎないように、最初緩いとこから始めるぐらいでいいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。一応汚れがちょっとでもつかなくなるといいなと思って、ガラスコーティングを軽くかけておきます。